腕立て伏せです。腕立て伏せ、両手肩幅、肩の真下に両手振り、指先はまっすぐ正面、お首は下を向かないように30センチ前の床を見ます。膝つきで行われる方は膝から肩まで一直線。腕立て伏せに自信のない方は膝が股関節の真下、腰幅で四つん這いで行っていきます。どちらの場合もつま先は立てていきましょう。そのまま顎ギリギリまで下げて、手のひらでしっかり押して戻していきます。四つん這いの場合も一緒です。手のひらでしっかり押して戻していきます。